はい、今回はですね、こちらですね。新しく絆覚醒した、ペインマンですね。あらゆる攻撃を吸収。で、必殺技がね、これはね、ぜひね、まだね、雑魚がね、いるときに使いたいやつね。かなりね、使いやすいっていうか、かなり使える技なんじゃないかなと思います。ダミーバブルプレス。これ、リングをバブルで覆い、敵を中央に集め、弾けさせて攻撃する全体攻撃っていうことですね。で、ユージュアタックが、バブルカラム、自身の縦軸にバブルを浮かばせて、破裂させてダメージを与える技。ということで、アビリティが毒耐性、金網耐性、異次元ホール無効、カウンター無効、全属性耐性ってことですね。で、今日ね、ここ猛獣の、ゼブラなんですけど、僕ね、てっきりね、火山耐性があると勘違いした。要は、ダンとちょっとね、赤いやつの方とね、混同してしまっててね、ちょっとね、間違えて連れてきちゃいました。ただまあ、金網も耐性持ってるんでね、まあ一応どんなもんかなっていう感じですね。早速ちょっとやってみましょうか。で、今、要はですね、自分の、まあ、自分を中心に縦軸で、攻撃していくっていうパターンなんで、今ちょっと当たらなかったんですけどね、大体ね、範囲はすごい広いんですけど、だいたい8000前後ぐらいでしたね。その敵1体につき。っていう感じです。まあちょっとね、やっていきましょうか。まじで結構当たりましたね。今、どうだったかな？ダメージが加わってたのかな？で、まあここでちょっとね、頑張って。まあここでちょっと必殺技が打てますね。場合によってはちょっとね、もう次のターンで打ってってもいいかなとは思うんですよね、ペインマン。ちなみに僕ね、このペインマン、その覚醒前、絆覚醒前持ってるんですけど、まだね、なかなかダンが倒せなくてね、ちょっと今ね、ダン、挑戦している時なんですけどね、まあなかなかちょっとダンが倒せてないっていう状態ですね。危ないかな。おお、なんとか生き残った。ちょっと次のターンでもう使っちゃおうかなと思います。まあ、恐れていたことがね、要は、チケット猛獣のアイテムが素材に、今回の絆覚醒から入ってきたってことですよね。ちょっとここで一回打ちましょう。そうですね。まあ、ちょっと属性不利なんですけど、ちょっとやってみましょうか。こうやって中央にね、こうやって当てるわけですよ。ダメージは、まあ、それほどでもないんですよね。ダメージ量は少ないんですけれど、ただ、要は、中央に固めることによって、強い友情アタックとかね、あとね、巻き込みの友情につなげていけるっていう、まあ、なかなか戦略的かつ、使いやすい友情技なんじゃないかなと思います。ターンもね、まあ、比較的短かったんでね。まあ、これ多分、18ターンでいいのかな？ちょっとなんか短くしてるような気もしますけどね。ちょっとごめんなさいね。あ、やっぱりちょっと短縮はしてるのかな？はい。了解です。ちょっと短縮はしてるんですけど、比較的短い方かなと思いますね。はい。で、どうしようかな、これ。
まあ、一応必殺技ミスなんでね、無理して倒すこともないんですけれど、まあ、せっかくなんでね。まあ、ペインバーについてもちょっとね、まあ、お話ししていこうかなと思います。まあ、ペインマンなんですけど、一応オリジンの一人ですよね。一人で、友情パワーがね、1800万パワーってことで、これ意外にね、要は何ですかね、パーフェクト超人とか、まあ、悪魔6騎士でも結構その超人パワーがですね、インフレ傾向にあったんですけど、まあなんか始祖はね、特別めっちゃなんか他のパーフェクト超人と比べてもむちゃくちゃ高いっていうわけではないですね。まあちなみに初期のね、出た超人とはいえ一応ゴールドマン、悪魔将軍も1500万パワーですもんね。まあ、そのあれもあってかなとは思うんですけどね。で、あとまあ結構ね、不明な、超人、まあ、始祖の中で、まあ、友情パワーがね、ジャスティン・プツマンとかが確かそうだと思いますけど、まだ不明な超人も結構いるんでね、今後、まあ、設定で明らかにされていくかちょっとわかんないんですけどね。で、まあ、まあ、ネタバラシをしてしまうと、要は、ジャンクマンに負けてしまうんですけれども、まあ、でも、始祖の中では結構なんていうのかな、相性の点もあったかもしれないですけどね。要はまあ、ペインマンってすごいなんとかな、なんていう、強い素材。で、ゴールドバーンもそれ破れなかったってことは言ってたんですけれども、ここはどうしようかな。なんかゴールドマンはペインマンにとってはなんか相性が悪い感じでしたよね。なんか最後のザマン戦でもちょっと回想でペインマンと戦ってきた時のとこ、回想が出てたんですけれども、それでもはやっぱりちょっとなんか苦戦してましたもんね。まあ要はゴールドマンがゴーという感じに対してペインマンはまあ銃って柔らかいね。銃の感じっていう感じ。そんなイメージでしたね。使ってもいいかな。結構なんかまあ、性格というか、なかなかね、真摯なこともあって、なんか人気もそこそこあるらしいですもんね。このペインマンっていうのは。なんでまあ、なんかちょっとね、なんていうのかな。まだ登場回数もめちゃめちゃ多いわけじゃないんでね、なんとも言えない部分があるんですけれどね、ペインは。まあでも、始祖の中では結構まあ、回想とかでも出てるし、なかなか、いいキャラなんじゃないかなと思います。始祖はやっぱりまあ、ちょっと、もう、ほとんどのメンバーは、話で出てこないのかなっていうのは、あるんですけどね。ジャスティスと悪魔将軍以外はもう出てこないのかもしれないですね。まあ、回想でおそらくね、今のね、新しい話の中では、オリジンたちは結構な、なんていうのかな、なんかにやっぱ関わってると思うんでね、回想編では出てくると思うんですけどね。まあ、こんな感じです。なんていうのかな、強いというよりかはなんか戦略の幅ができるというか、なんか他のそのね、キャラをね、さらに活かせるようなタイプのね、なんかいぶし銀みたいな感じかなと思います。まあ、僕もちょっと頑張って絆覚醒したいと思います。では。